日はようこそこちらドリームスターライトパークにお越しくださいました。さあそれではお待たせいたしました。ただいまからこちら透明のテントにおきましてスマートフォンライブを開催してまいります。どうぞ皆様もう少しお近くにどうぞ、はい、お集まりくださいね。実際にスマートフォンを使って指で操作しながら演奏していただくんです。今日2回目のステージになりますので、ね、ご参加、はい、してください。では改めてご紹介させていただきます。電話カルテットの皆さんです。皆様どうぞ温かい拍手でお迎えください。はい、どうもありがとうございます。では簡単にプロフィールをご紹介いたします。携帯端末を楽器として取り入れたライブ演奏や作品作りで活動する作曲家の中島康弘さんがリーダーを務めるモバイルミュージックユニットです。音楽を演奏する楽しさ、作る楽しさを伝えるために今回のイベントのために結成されました。今日は5曲演奏してくださいます。1曲目はハンドベルのアプリを使ってもろみとこぞりても演奏していただきます。2曲目には皆さんがご存知の曲ジングルベルを楽器の演奏と歌による演奏で行っていただきます。そして3曲目にはこちらもクリスマスにぴったりの日よしこの夜です。4曲目5曲目にはオリジナル楽曲のアイスキューブ一つの光を演奏していただきたいと思います。演奏の後にはこの楽器アプリに触れていただけますアプリ体験会も行ってまいりますので最後までお楽しみください。それではお聴きください。よろしくお願いします。ありがとうございます。わあ素敵ですね。なんか不思議な感じがしますよね。皆さん、楽器のアプリを使っていただきましての演奏でした。こう指で演奏するこう時代が来たんですよね。ただいまは、ハンドベルのアプリを使っていただきましての演奏でした。では次の曲お聴きいただきたいと思います。続いてはジングルベルです。それではお願いします。ジングルベルを演奏いただけるということで今日はクリスマスイブですからね、もうクリスマスムードたっぷりのこの仙台の街をこの曲で盛り上げていただければと思っています。今日は電話カルテットの皆さん、このイベント2日目ということで昨日も本当に大勢の皆様にお集まりをいただきまして大好評でした。皆さん仙台にいらっしゃる
しゃるのは初めてということなんですけれども、寒い時期にいらっしゃいましたね。はい、手かじかんでませんか？大丈夫ですか？はい。さあ今日は5曲演奏していただけるということで、今回のために結成されたユニットなんですよね。電話カルテットの皆さんにお越しいただいております。それでは2曲目お願いいたしましょう。どうぞ皆様でお楽しみください。ジングルベルです。しますよね。皆さんすごい不思議ですよね。これスマートフォンの楽器のアプリを使って演奏してるんですよ。どうぞ皆さんのこちらのスペース空いてますのでご覧になっていてください。今本物の楽器をこちらお持ちいただいているのではなくて、スマートフォンの中に入ってあります楽器のアプリを実際に指でこう操作していただきながら演奏していただいているんです。スマートフォンライブ行っております。さあ皆様どうぞスマートフォンライブ、この後も引き続きお楽しみいただければと思います。今日はクリスマスソングをただいま演奏していただきました。続いての曲もクリスマスにぴったりの曲なんですけれどもね。さあこのアプリなんですが、実際に今プレイヤーの方たちに演奏していただいてますが、この後には皆さんにも実際に触れていただけるアプリの体験の時間を設けておりますので、こんな風になるの？わあすごい、本物の楽器と一緒なんていう風に驚いていただけることと思いますので、体験コーナーにもぜひご参加いただければと思います。では続いてお届けいたしましょう。続いてはきよしこの夜ですね。それではお願いします。
すごいですね。今のはギターのアプリと、エレクトーンのきっとアプリでしたよね。すごいですね。なんかもう楽器なしでこれだけも演奏できる時代が本当にやってきたんですよね。ただいまこちらではスマートフォンライブということで皆様にお送りしております。クリスマスのソング、皆様いかがでしたでしょうか。クリスマスムード高まってきましたね。さあ今日は電話カルテットの皆さんにこちらのステージをお越しいただきまして、スマートフォンのアプリを使っての演奏をお楽しみいただいております。クリスマスソングを演奏していただきましたので、あと2曲になったんですが、今度は電話カルテットの皆さんのオリジナルの楽曲をこれから演奏していただきます。さあオリジナルの楽曲もね、とっても幻想的で素敵な曲なんですよ。皆さん聴いててくださいね。さあではこの辺で電話カルテットの皆さんに、メンバー紹介などもしていただこうと思いますが、今日はリーダーの中島さんはじめ、電話カルテットの皆さん4人いらっしゃいます。はい、ではこれからオリジナルの楽曲を演奏いただけるということで、オリジナルの楽曲はアイスキューブ、そして一つの光という曲なんです。このシンボルツリー、英雄ツリーをご覧いただきながら、ぜひ皆さんこの演奏をお楽しみいただこうと思います。今日このクリスマスのイブにもぴったりの曲ですので、最後まで楽しんでいってください。さあそしてこの実際の楽器のアプリの体験会もこの後お時間設けてありますので、どうぞ皆さん実際に手で触れてみて感じてみてくださいね。どんな音がするのか、はい、体験会もございますので、ぜひ最後までお楽しみください。では中島さん、改めて、はい、よろしいですか。楽器の、今日はですねアプリを使っての演奏です。メンバー紹介を一言ずつ、はい、メンバーの皆さん紹介していただいてもいいでしょうかね。はい、はい、皆さん、こんばんは。電話カルテットです。僕が、普段、アプリを使って音楽やってるんですけど、一応今回4人集めて電話カルテットということで、皆さんにお聞かせ、したいなと思いまして、東京からハロハロ仙台まで、やってまいりました。はい、はい、で私が、作曲か、まあ、アレンジとか、そういった作曲、まあ、全体の、まあ、リーダーもしてます。中島と申します。よろしくします。はい、ありがとうございます。中島さんです。はい、で、次が、ボーカリストで、ミュージカルに出てる神谷桃子ちゃんです。こんばんは。素敵な歌声ですもんね。はい、そして、ドラムとか、いろんな音を出してもらってる、田中飛鳥さんです。なんか出てます。はい、こんなドラムのところもこう出たしちゃいますね。かっこいいですね。はい、はいはい、そして最後、ギターを持ってますが、今回は、スマートフォンをですね、このギターのエフェクターとしてちょっと使ってみてるので、ギター弾いてるだけのように見えますが、実はここにアプリがあって、はい、これをあの、ギターの音を見えますか、スマートフォンに通してですね、はい、はい、これを、この加工したものを今弾いていただいてる感じですね。はい、楽器としてというこういう機材としての使い方ロックバンドとかでギターをやってる、上水流亮君です。はい、よろしくお願いします。はい、はい、それではオリジナルの楽曲をこれから演奏していただきます。2曲お送りしますが、まずはアイスキューブという曲です。では皆さんでお楽しみください。Thank you.
かこう引き込まれるように聴き入ってしまいました。ただいまの曲はオリジナルの楽曲でアイスキューブという曲でした。ただいまこちらではスマートフォンライブを開催しております。今日は電話カルテットの皆さんにお越しいただきました。それではラストの曲です。今日は楽器のアプリを使っての演奏、この後皆様にも実際に手で触れていただきます。体験コーナーを設けてありますので最後までお参加ください。それでは電話カルテットの皆さん、今日の最後の曲となります。最後の曲もオリジナルの楽曲です。一つの光です。お楽しみください。お時間とさせていただきますので、どうぞ皆さんこのテントの中に入ってください。こちらのテント
を使ってたのか、皆さんに実際に見てくれていただこうと思いますのでね。はい、ちょっと雪も降ってきましたので、皆さんどうぞこちらの透明のテントの中にお入りくださいね。どんなアプリを使って今演奏していただいたのかが、はい、やってみれますんで、はい、タッチ&トライということで今お時間を設けております。スマートフォンの楽器のアプリを皆さんにご体験いただけるお時間とさせていただきます。さあ、それではただいまからスタートです。でこちらのテントの中で行ってまいりますので、皆さんどうぞこちらのテントの中に入ってお待ちくださいね。さあ、電話カルテットの皆さんどうもありがとうございました。本当に素晴らしい演奏でした。いろんな楽器のアプリがあるんですね。今からタッチ&トライのお時間です。どうぞ皆さんこちらの透明のテント中に入ってお楽しみくださいね。実際に見て触れてみてください。